ハゴキン・トクは、兵庫県山ヶ崎市南向子の総出身で、1950年代半ばから1960年代初頭にかけて活躍した大相撲力士である。本名は、辰巳徳三郎。最高位は、東前頭10枚目。特位種は、右四つ、より。現役時代の体格は180センチメートル、135キログラム。実家は米屋で、 弟が一人、妹が三人いた。中学を卒業後、天ヶ崎市議会議員の福田氏の口利きで高島部屋へ入門し、1952年1月場所で初土俵。なお、同期生には、後の関脇、小木の花や銅、棒金などがいた。初土俵の場所では、番付外で高成績を上げたため後半は新庄に昇格して相撲を取り、そこでも勝ち越したので、 同年、五月場所では序の口を飛び越して序二段に付け出された。以降も順調に出世し、1956年1月場所で新十両に昇進。しかし、十両筆頭にあったこの年の九月場所中に右肘い骨折という怪我に見舞われた。そして、同場所と翌場所を休場してからは出世も鈍ってしまった。その後、1958年五月場所で新入幕。 通算十二場所幕内を務めるも、戦術の肘の負傷が多引き、幕内上位への進出は叶わなかった。以後は、糖尿病を患うなど満足な状態で戦うことも難しくなり、最後は幕下まで陥落して、1962年9月場所限りで引退。年寄り名跡を取得していなかったため、引退後、直ちに各界を去った。その後は、故郷の市で、 アパート経営に携わっていたが、1973年11月に病気のため38歳で死去。なお、現役晩年においての所属は、1961年5月場所より、師匠が高島から友綱へ名跡を変更したことに、伴い友綱部屋となっていた。東重量筆頭で3点勝ち越した力士が入幕できなかった事例は、各、 場所ごとの番付け発表が行われるようになった1933年から現在に至るまでハゴキンが経験したこの一例のみである。ありがとうございます。